にちは。 SF14 ハウジングマニアのおねんねです。 Twitter もよろしくお願いします。 SF14 のクリスマスイベントが始まりましたね。今回はイベントの報酬としてもらえるパーティションとロフトを使った部屋を作ります。パーティションは表面がレンガ状になっています。裏面は滑らかです。ロフトは表面は白い雪で覆われています。裏面にはつららがついています。まず内装建材から変えていきます。似合いそうなものを事前に買っておきました。これが芝のシャンデリア、強靭芝のシャンデリア、クリスタルシャンデリア。今回は芝のシャンデリアを使います。今のが何かの参考になったら嬉しいです。マジカルアイスパーティションを出します。マジカルアイスロフトをこのように出します。このロフトの下のつららは正面より下にロフトを置いてしまった時に見えにくくなります。つららを特に見せたい場合にはこのように照明に埋める形で置くのも一つの手です。ちなみにロフトの上の雪を踏むと足跡がつくそうですね。氷の壁で部屋を囲っていきます。今回は氷の祈りの間を作りたいと思っています。人々が祈りを捧げにやってくる小さな氷の間です。マジカルアイスロフトで天井がいっぱいになるよう置きます。キャラクターコンフィグからスイッチのようなボタンを押しマウスモードにします。元からマウスの人は何もしなくていいです。窓を倉庫から出し、置きたい場所でキーをアスタリスクキーを2回押します。このアスタリスクキーの役割は他のキーに割り当てられている人もいます。好きな場所に置いてアスタリスクキー、これで置けましたね。ホワイトパーティションにも窓を貼り付けます。こっちも同じように窓を貼り付けていきます。これが左右の窓になります。アイビーピラーを置いていきます。ステンドガラスみたいなのありますよね、これ。なんか名前忘れちゃったんですけど、それを壁にかけます。花を飾りつけます。ちょっと今日も噛んじゃいますね。花を飾りつけます。ごめんなさい。フズクエを植木鉢の中に仕込みます。中に机
へ押し込むことによって背の低いお花なども綺麗に生けることができて、まあ、生け花のようにねすることができるのでおすすめです。反対側も作っていきます。こちらにも付属絵を仕込みます。ちなみに今飾っているお花に関しては、グリタニアで買えるものもあります。そんなに高くなかったような気がします。祈りの部屋なので椅子を置きます。ダナランデスクをこのように置きます。しっかり光が反射されてますね。窓を取り付けます。染色をしていきます。バラのね、色を変えたりしています。今回はブルーや明るいブルーを中心に使っていきます。お花を染めたりとかしていきます。ベンチも染めていきます。水色ですね、明るいブルーで染めていきます。入り口部分を作っていきます。作り方はこちらの動画を見てください。この場で一つ一つ説明してしまうとすごく複雑になってしまうので、別の動画にまとまっていますので、そちらをチェックしてください。説明欄の方に、URL 書いておくので、そちらから飛んでいただければ見えるように、したいと思います。窓を配置して、窓を浮かせて撤去で、マーブルアーチパーティションを置く。このあと絨毯を敷くなどして完成しました。このハウジングではマジカルアイスパーティションを7枚、ロフトを5つ使いました。購入する時の目安にしてください。また他にもクリスマスハウジング動画があるので、そちらも説明欄からチェックしてください。ではまたねー。